カモン、マテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンのひろです。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、はい、もういきなりですね、来てるのが違うのでもう、はい、見てる人もあ、なんやっていう感じになってると思うんですが、これね、灯る特製 T シャツでございます。はい、はい、出来上がりまして、はい、はい、そして今日がですね、はい、はい、皆さん見てる場合じゃないですよ今並んどかないとダメな時間ですか。八尾の駅前にある、八尾市立文化会館プリズムホール小ホール地下ですよ、にてですね、今日12時からですね、映画灯る上映会、アット八尾プリズムホールがね、開催されることになってますから、まあ、これ見た後出たら間に合うか間に合うかちょっとあれなんですけどあの途中入場 OK にしときますから、マテリアル見てましたよ、どうぞということになるかもしれませんが、はい、やっております。はい、よろしくお願いします。まあこれ見て、あの会場について並びながら見るとかね、でも全然構わないんですけど、はい、やりますので皆さんよろしくお願いします。そして会場でこのね T シャツが限定50着で販売しておりますので、3色あります。これネイビーでオレンジでイエローで3色ありますので、3色お好きな色を選んでいただける形になってますので、ぜひ会場でですね、会場行かないと限定50着手に入らないですからね、はい、はい、ぜひ、手に入れていただければなと思っております。それは3色で50着、はい、うん、3色で1色50着じゃない、ごめん、そんなに太っ腹じゃなかった、10何着ずつ、うん、そうだからサイズもあるから早めにね、そうで、あのやっぱりね、売れ筋のサイズと売れ筋じゃないサイズってあるんで、売れ筋じゃないサイズとは早くいかないとなくなります。はい、ぜひ、会場でお待ちしてますので、あ、当然あれですよ、あのチケット買ってる人しか買えないんですけど、はい、T シャツだけ買いに来ましたごめんなさいなんですが、優先的にあの、ね、あのチケット持っていらっしゃる方が優先的という形になりますけども、ぜひ、お買い上げいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、今日は1月20日でございます。20日、はい、あゆみのこの日なんです、はい、はい、本日は20日正月、はい、正月の祝い納めをして、うん、小正月の、飾り物を納める日、あ、なるほど、はい、飾り付けた、違うので、この日をもって正月の行事は終了とします、はい、正月の料理、正月料理のブリやタイのね、はいはい、とかタイとか、はい、鮭の、うん、の料理がこの頃にはもう頭と骨しか残ってない状態ですよね。それを汁物や煮物に仕立て、最後のご馳走にして食べることから、はい、西日本の各地では骨正月、はいはい、頭正月とも言うそうで、うん、他の地域でも、石川県とか小敷正月、はい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 、群馬県は棚探しとか、ああ、なるほど、はい、棚の中探さんと食いもんないぞみたいな、みたいな、なるほど、はい、などと言って正月のご馳走や餅などを食べ尽くす習慣があるそうです。なるほどね、はい、いや、うちの親父はね、あの徳島出身なんですけど、あの正月、うん、あの食べたあの、うん、何タイとか、はい、うん、あれをお頭付きで骨しかないやん、はい、あれをちょっと炙って、うん、で、あの香ばしくして、で出汁にするっていう。でも20日間置いたまんまってこと？ん、20日間まあそれやるタイミングは、タイミングはね、あ、そっかそっか、実際のタイミングは20日とかじゃないけどね、食べ終わったぞみたいなので骨とかを出汁にして、それは腐らしたらね、食べられへんからな、ね、はい、はい、そしてもう一つ、はい、玉の輿の日、お、はい、1904年の1月20日、うん、アメリカの五大財閥の一つである、うん、モルガン財閥の、創始者の甥、うん、ジョージ・モルガンと祇園の、芸妓さん、うん、おゆきが結婚した日となっております、うん、はい、この出会いがね、1901年、はいはい、世界周遊中のモルガンが京都でおゆきに一目惚れをしてしまいました、はいはいはい、しかし彼女は兄弟生の恋人がいて、うん、モルガンには見向きもしなかったそうです、うん、求婚されて困ったおゆきはわざと4万円、現在、うん、今の8億円相当で身受けしてと言ったところ、はいはいはい、モルガンは承諾して、はい、お金を渡したそうです、はい、この騒動が新聞に掲載され、結局兄弟生の彼は親にバレたことで彼女を
の元を去り、はい、おゆきはモルガンと結婚することになりましたっていうお話があるそうです、ね、これで結構有名な話なんですよね、はい、まあ、最終的にはそのおゆきさんはまあまあ結構、うん、あの幸せな生活をするという話だったと思うんですけど、いやでもなんか玉の輿の話がその1904年の話が玉の輿の元ネタになってるっていうのがなんか新しいです ね、 なんかね、もっと古い話なんぼでもあったと思うけどあのそれこそその、ね、江戸のね吉原の花魁の話もありゃいろいろあると思うんですけど、もっと中国のあの玉の輿は中国の故事から来てるはずなんで、はいはい、そうそうそう、あの玉の輿に乗ること乗るっていう、そうそうそう、そういうのがあるんですけどね、はい、はい、玉の輿の日と、はい、いい日やね、いい日に上映会やってるねそうです ね、 ね、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました、はい、ということで今日はですね、このプレゼンありかなしかなんですが、今日もですね、今日はですねドキュメンタリー映画の、うん、ご紹介になります、はい、ドキュメンタリー映画これね長いんですけど、無理しない怪我しない明日も仕事新根室プロレス物語っていうね、すんげえ長いタイトルなんですけど、長いタイトルなんですけど、これがねすごい僕は見ても正直言ってもう涙流しましたし、で元気になった、すっごい元気になりました、はい、元気もらいましたこの映画から。でそのプロデューサーのね吉岡さんというプロデューサーの方とちょっとお話をさせていただいたので、そちらをご覧になっていただきながら、まあ正直その話の中でもねすごい話いっぱい出てくるんですけど、俺ちょっと本当にねこれ流していいんかって思うような話も、吉岡さん言ってくれたりとかしているので、ぜひその辺を見ていただければ、まあ簡単に言えば根室ですよ、北海道の根室、はい、もう東の果て、うん、もうちょっと行ったら北方領土みたいな、もう北方領土見えてるっていうと、でその根室に本拠地を置く、新根室プロレスっていうのがあって、でその、まあ、立ち上げをやった、サムソン宮本さんっていう、まあ正直言ってね別にプロレスラーっていうよりはアマチュアなんですよ、だから仕事持ちながら、実は おもちゃのご主人なんです、うん、宮本っていうおもちゃ屋のご主人 でそのおもちゃ屋のご主人がプロレス好きが高じて、ほんまのプロレスのリングを買って、でプロレス団体を立ち上げちゃったっていう、いう感じなんですよね。もともとが大学のプロレス同好会の人 でそのプロレス好きの人たちをいっぱい集めていって、まあ団体にしお客さんを呼び根室に人を呼んだっていうことで、すごい盛り上がっていた、団体がどうなったのかというところが描かれているお話になりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ということで、このプレゼンありかなしかスタート。プロレスなんかそんなに理解できないんですよね。最初はいやもう嫌だと思ってたんですよね。無理しない、怪我しない、明日も仕事。覚醒の使用ができまして感知するのはなかなか難しいという新ネムロプロレス開催いたします。アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダと出会って、その後に病気が希望と絶望が両方来たっていう、今までの中で一番メンバーがこう一丸となってるんですよね。来ましたよ、ついに新ネムロ。人を楽しませるってことを本当徹底している人で、一生懸命やってるのがやっぱり代表なんですよ。はい、それではですね、今日はですね、
映画無理しない怪我しない、明日も仕事、明日も仕事、新年も年分のプロレス物語という、作品ですね。ドキュメンタリー映画ですけども、プロデューサーであられます、吉岡文之さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、とですね、まずですね、この、映画がどういう映画なのかというのだけ、皆さんにちょっと説明をしていただいてよろしいでしょうか。この映画はですね、もともとはテレビのですね、はい、ドキュメンタリーだったんですね。はい、で、まあ、たまたまそのいくつかそのテレビの賞をいただきまして、あとはそのもともとこの新根室プロレスという団体をフィクションで俳優を使ってですね映画にしようという企画があったんですけれども、それがちょっと予算の関係でできなくなったということで、新根室の方とか根室の市民の方とかが、まあ、ちょっとがっかりしてるって話を聞きまして、それだったらこのドキュメンタリーはもともとテレビでベースメントであるので、これを追加取材したり、まあ、使ってない素材もあるので、そういうのを再編集して、そうするとまあ予算的にはやっぱフィクションを作るよりもかなり安く、まあ、できるということもあって、まあ、配給会社さんに相談したところで、このドキュメンタリーを見せたところ、あ、これはもう全然映画館にかけれますよというお話をいただいたので、映画制作に取り掛かったと。ただしその時テレビのドキュメンタリーのナレーションを根室のカメラマンに直接、まあ、味があるからって読んでもらってたんですね、はい、ただこの人が、ね、北海道なまりが強すぎて普段から、ね、何言ってるかわからない感じで、はい、それでこれ全国で、まあ、今回沖縄までかけていただくんですけど、はい、この北海道なまりだとちょっとわからないんじゃないかなと思って、うんうんうん、でこれでもやっぱりその北海道の、まあ、根室という日本の一番端っこからの映画なので、はいはい、これはオール北海道で誰かに読んでもらいたいなと思ってですね、ちょっと皆さんもご存知かもしれないですけど、チームナックスっていう北海道出身の方々、はいはい、そこの社長にですね電話して、誰かチームナックスからナレーションをね出してくれっていうふうに頼んだんですよ、うんうん、はい、そしたらその社長はね、でこの安田健さんという方は実は芸能界屈指のプロレスファンで、はい、新日のリングアナもやってるぐらいなんですよね、はい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 、はい、それでじゃあ安田を出しますということになりまして、はい、それで安田さんに読んでいただいたんですけども、はい、俳優なので、まあ、主人公の亡くなったサムソン美元というプロレスラーの団体のリーダーの方に完全になりきってですね、はい、読んでいただいて、まあ、非常に良かったなというふうに思っております。これだから映画制作というか、最初にそのフィクションでということで、撮ろうとしたのも、こう宮本さん亡くなられた後の話。そうなんです、そうなんです、はい、でこの根室プロレスという団体はもともとアマチュアのプロレス団体で、もともとは同好会だったんですけれども、はいはい、本当にですねリングを買ってサムソン宮本という、まあ、おもちゃ、普通のおもちゃ屋のですね、はい、おじさんですよね、でプロレスの好きな、はい、の人が、まあ、周りのサムソンいわくイケてない人たち、うん、パッとしてない人たち、うん、でもプロレスが好きな人たち、うん、そういう方たちに声をかけて、で面白いリングネームをつけて、はい、そして、マスクをかぶらせたり、うん、でリングに上げて、で逆に輝かせたと、うん、だからそういう、こう弱点を持ってる方を、うん、それをリングネームにしちゃったぐらいにして、うん、逆にそれを魅力に変えたという魔術師のような人でですね、はい、その人の、まあ、その生き様というか、そして、はい、やはりこのプロレスということで、そもそもやっぱりギミック、はい、虚実悩まぜなんですけど、亡くなる直前まで、まあ、すごい難病で、がんの一種で亡くなるんですが、うん、はい、自分のその亡くなる瞬間までですね、うん、こうエンターテインメントにして、うん、皆さんに提示して楽しんでもらおうというふうに思ったという、だからそのかっこ悪いように見せていながらも非常にかっこいい生き様みたいのを、うんうん、ぜひ見ていただけたらなというふうに思って作りました。僕も実はタイガーマスクに憧れて格闘技を始めた人なんですよタイガーマスクの漫画から始まって、リアルな、ね、プロレスのタイガーマスクがいて、猪木さんがいてっていうところを見てたんですけど、この新根室プロレスがその僕らが見ていたプロレスをものすごくその現代によみがえらせてくれてるというか、しかも誰でも楽しめるようにちゃんとこう、まあ、お笑いというかその楽しませるというところに特化した形でよみがえらせてくれてるというか、すごく面白いなっていうふうに思いました。僕、いや、ありがとうございます、はい、ただプロレスは素材ですけれども、うん、今おっしゃられたようにその家族愛というか、うん、まあ、再生ですね、はい、一回離れた家族がまたこの、うん、プロレスによってこう戻ってくるっていう話とか、うんうんうん、
あと根室ってやっぱり非常にその日本の端っこで漁業の町で200カリとか北方領土とかあって、はい、町自体が非常に、まあ、だんだん疲弊していく中で、はい、それを盛り上げてくれてるっていうか、うん、まあ、そういうこうインタビューもなんか出てくるんですけど、文化を作ってくれたっていうですね、はい、そういう地域のこうなんていうんだろうな、活性化みたいな問題とか、うんうん、あとまあ兄弟の絆とか、うん、仲間との絆とか、あとまあその多様性、まあ、現代で一番こう求められている多様性ですかね、うん、いろんな弱い方とかをこう集めて、うん、居場所のない人たちの居場所をこのサムソンという方作ったというふうに思っていて、うん、まあ、そういういろんな要素が入っているので、うん、プロレスのファンももちろん楽しめますし、うん、そうじゃない方もまあ楽しめるんじゃないかなというふうに思います。プロレスですらギミックというか、うんうん、その土俵に上がっている人たちはもうあのこのタイトルが示してると思うんですよね。無理しない、怪我しない、明日も仕事って、ここが実はすごいメインタイトルなんじゃないかなと思うぐらい、うん、ここで無理して怪我しちゃ意味がないんだと。そうじゃなくて、あくまでもこれはもう楽しんでるんだから、見る方もやる方も楽しむみたいな、なんかそういうあったかさがこの新根室プロレスの中にはあるんだなというのは、あの全部見させていただいて、感じさせていただきました。あ、本当普通の人たちで、まあ、今言われた通り、うん、その無理しない怪我しない明日も仕事っていうのは、うん、これはこの団体のモットーというか、うん、あの一番のこう標語なんですよね。必ずこれで締めるんですけれども、ね、はいはい、だからもともとは普通の人々がこうただ自分の好きなことを一生懸命やって、うん、そしてこう輝き出すと、それが、うん、まあ、その日本の端っこから、まあ、全国に行ってもこれめちゃイケとかですね、いろんな、はい、あの番組にも前出たぐらい、はいはい、時期あの歌手の純烈さんたちのメンバーでもあったんです。ジャイアントパンダっていう、はい、このジャイアントパンダもなぜできたかというと、はい、根室って生産加工場なんて人がいなくって、中国人の実習生が来てて、はい、その人を、まあ、サムソン宮本さんというその主人公の方が家に呼んでご飯食べさせてる時、うん、優しくしてたんですって、はいはいはい、そしたら中国に帰ったらこの方たちが、うん、実は縫製会社の社長になって、うん、あの実習生だったのに3つぐらい会社を持ってる社長になったんですよ。はいはいはい、いやお世話になったんで何かね、恩返しすることないでしょうかっていうふうに言って、はい、サムソンさんがじゃあちょっとパンダ作ってくれって言ったら、こんな大きなお土産になってパンダの恩返しなんですよ。そうなんですね。そうなんです。そういうストーリーがあるんだ。これここまで描けなかったんですけれども、はいはい、そういう裏話もあります。なるほど。パンダなんでこんなパンダいるんだろうというふうに皆さん思われると思うんですよね。いや思いますよね、はいはい、そうなんです。もともとはそういう中国人の方から、はい、お世話になった恩返しとして送っていただいたものなんですね、はい、それがアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダっていう。そうなんです。すごいな。なるほど。だから本当に何でしょう、うん、そのこの、ね、新根室プロレスのあの、はい、全て一つ一つがいろんなストーリーを持ってて、それを輝かせたのがこのサムソン宮本さんっていうことなんですよね、はい、いやだからすごいいいプロデューサーだと思いますね、うんうん、オリジナリティもあるし、ね、あと自分たち楽しめれば人も楽しめるっていう、はい、こう楽しませてるっていう素晴らしいこう、はい、地域のプロデューサーだった、まあ、僕も見るまで知らなかったことなんですけど、でも見たら見ただけでファンになりましたし、はい、ありがとうございます。だからなんかあの今非常にいろんなこと起きてるんで、うん、あの地震とか事故とか、うん、そうですね、まあ、ちょっと年始めですけど、はいはい、なんかこの映画、まあ、エンターテインメントなんで基本、うん、笑っていただいて、まあ、ちょっとほろりとするところもありますので、はい、まあ、基本は楽しんで、で元気になっていただければいいなというふうに思います、はい、本当に僕元気いただきました。これは頑張んなきゃなっていうふうに思わせていただきましたね、うん、ありがとうございます、はい、ではですね最後にですね、見てらっしゃる方に一言メッセージをいただけますでしょうか。お願いいたします。はい、普段いろんなことあると思うんですよね。悩んだりとか、まあ、面白くなかったりすることもあるかもしれないんですけれども、この映画に出てる人たちも、まあ、もしかしたらみんなそういう方たちなんですけれども、本当に好きなことをこう気心の知れた仲間とただ一生懸命やっていたらこう人気になって、そして、まあ、自分たちも幸せになったんですけど、見てる人たちも幸せになる、お金も大したないんですけれども幸せのあり方ってのを提示してるのかなというふうに、私は考えています。そういったところを見ていただいて、あ、この人自分にちょっと似てるなっていうメンバーも、うん、中にいると思いますんで、うん、でも、まあ、こんなにこう楽しそうにやってるんだっていうのをなんか感じ取っていただいて元気になっていただければいいなというふうに思っておりますので、ぜひ映画館に足を運んでいただければと思います、ということで今日はですね、ドキュメンタリー映画、無理しない怪我しない明日も仕事、新根室プロレス物語のプロデューサーでいらっしゃいます吉岡さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
熱いリアルあのシャーターセブンから送られてきてました。はい、はい、シャーターセブンって、まあまあ、第7芸術劇場ですね、あの上映するのはね、はいはい、でこれね、実はね、泣く泣くカットしたお話がちょっと一個だけあって、それだけちょっと紹介したいんですけど、この映画のラストで、あの新根室プロレスが新木場ファーストリングっていうところでのサムソン宮本さんが亡くなった後に、もう一回帰ってくるっていうのを目標にして頑張って帰ってきたんですよ。で試合をやった、で試合やった時にメインの試合をやっぱサムソン宮本がやらなきゃってことで、このサムソン宮本に憧れて入団してきた若手の子にサムソン宮本の役をやらして、で試合をやらしたんですよね。で最後そこでまあいろんなことがあって、で彼が一生懸命喋ってるバックでサムソン宮本本人のコメント動画が流れるんですよ。これもう言っちゃっていいんかなぐらいの話なんですけど言っちゃいますでこれがねびっくりするんです。その状況をそのまんま見てないと言えないようなこと言ってる。へー、だからこれ本当そこを見てほしい僕は。あのサムソン宮本っていう人がどんだけすごいかっていうのはこのコメントを聞けばわかる。もう本当にこの人は新根室のことみんなのことを愛してて、あのそういうことを考えながら亡くなっていったんだっていうのものすごくよくわかるんで、うん、はい、あのぜひそこをね注目して見ていただきたいなと思います。はい、これあのしかもねこれね、あの吉岡さんがあのいやもう実はねって誰もその会場にいる人どころかレスラーもスタッフも誰も知らなかったんだって。その動画の存在を知ってたのはスタッフとその、北海道放送のスタッフとあの、弟さんであのおっさんタイガーってやってあるんですけど、この方とでそれと会場の音響さんだけ音響さんだけは渡さないといけないから、うんうん、どういう内容か言わないといけないんで、渡してるから知ってるけど、この3人以外は誰も知らなかったです。だからもう全員って多分みんなサムソン宮本ここにおるよねって思ったと思うような内容のやつが最後流れますんで、それを見に来てくださいぜひ、はい、という感じです。はい、はい、では、丸か×か行きましょうか。はい、はい、はい、ではこのプレゼンありかなしか判定。ワン、あ、もう来ました。はいはいはい、はいはいはい、まあ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 、あのちょっといつもよりだいぶ強めに言ってました僕も。はい。いや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 、本当にね、僕はぜひ見てほしいです、本当にたくさんの人に、これ元気になります本当、うん、頑張んなきゃって思わせてくれる作品になってますんで、ぜひぜひ見に行っていただきたいなと思います。はいはい、なんか俺しか喋ってないけど、なんか面白そう、うん、すごく、うんうん、なんかプロレスあんまりね、うん、興味ない人でも見ても多分楽しめるものやなって思いますね。うん、あのそう、ね、プロレスのギミック知ってると余計楽しいけど、うん、知らなくても十分楽しめる、ね、うんうん、すごい面白そうで、あ、感動もするっていうことで、あの、はい、サムソン宮本必ずやるやつが、うん、あの昔荒崎人生っていうレスラーさん、まあ、今あの俳優さんやったんですけど、うん、レスラーさんがいて、その人が必ずやるのが相手のリストロックをしながらあの、ロープを歩いて渡っていくっていう、このあの坊主頭でなんか修行僧みたいな格好してて、うん、で相手の手をロックしながらあの念仏唱えながらこのロープを歩いていくっていうのをやる人がいたのね、うん、でサムソン宮本もそれと同じことをやろうとして、でやろうとしてこうやって途中で足滑らして必ずあの金玉痛めるっていう、ズドーンって押して、あうわうって言って悶絶するっていうのが必ずお約束の毎回やってるっていう、あとリングインするときにトップロープからワーンって行こうとするところを必ず足引っ掛けてバーンってやるとか、もう必ずそういう人を笑わせるっていうことをもう体張ってやってるっていう、もうそういう人やったらしいですね。はい、はい、僕もだからこの作品見て知ったので、あの
まあでも今ね、宮本さんはいないけど、あの他の人たちはまだ頑張ってらっしゃるらしいので、うん、どっかで機会があるみたいなと思いますね、うん、はい、うん、はい、ということで、このプレゼンありかなしかでした。はい、続いてあゆみ。はい、はい、お店の情報です。本日ですね、はい、はい、ともるの上映はあるんですが、うちでは、はい、あの音楽ライブ、ラクザのライブがございます、はい、でももうソールドアウトしてるので、もうね、決まったお客様しかご入場ができません、はいはい、またね、来月、再来月あたりにまた音楽ライブする予定にしておりますので、はい、またそちらの方お問い合わせください。よろしくお願いいたします、はい、そして21日から始まります、最新作上野裕二監督のダブルレインボーがございます、はい、本当に出来たてほやほやの映画になっております、はい、ね、一般の方も入場できるように、準備していますが、はい、まあ、21日がちょっともういっぱいで、28日の13時30分から15時30分の間、その時間の1回だけは上映、うん、一般の方もご入場できますので、はい、ぜひよろしければお越しください。料金1500円プラスワンオーダー制になっておりますので、ぜひぜひご興味ある方お問い合わせください。よろしくお願いいたします。そして1月24、25でマテリアル演劇シアターです、はい、19時30分、からスタートになりまして、料金1000円で1000円プラスワンオーダー制です、今回はバグレルリグルさんのイビしない愛っていうタイトルのイビしない愛ですね、うん、はい、こちら2022年の公演作品となっております、はい、まあね、舞台のね、映像をスクリーンで楽しんでいただく企画となっておりますので、うん、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、はい、よろしくお願いいたします。そして1月26日からマンスリー始まります、釜本隆弘監督のカバです、はい、今年からは、毎月第4金曜日、お時間19時30分で料金が1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆様、まだカバ見てない方お越しくださいませ。よろしくお願いいたします、はい、あとね、ショートムービータイムございます。前後しましたが、1月は1月22日月曜日、29日月曜日、1月31日水曜日の3回ございます、うん、またね、2月以降もね、随時、作品やっていきますので、ぜひぜひ皆さんお越しください、一番早い22日のスケジュールだけ言わさせていただきます。僕だけのフライミートゥザムーンと大きな気になりたい、日向ヒーロー監督の、はい、作品が18時30分から、そして19時30分から、大橋貴之監督の幸せの形、そして20時30分から野本浩二監督の私がパンツをあげたならと私が発芽する日の2作品となっております。はい、で他ね、他の、それ以降の作品はサイトの方ご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、以上です。はい、はい、はい、ではいきますよ。今日のゲッチャイ、はい、今日のゲッチャイは22日19時30分から始まります、大橋貴之監督の幸せの形ですね、はい、はい、の、うん、おグッチョイです何の間ため長かったもん、はい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 、はい、この作品はですね、少し不思議で懐かしい短編青春ファンタジーとなっておりまして、はい、小説を書くことが好きな少女エリーは、うん、パンジーと呼ばれる近所のパン屋のおじさんや、友人たちに、自分で書いた小説を読んでもらい、感想を聞いて満足していました。高校2年生になり、将来のことを、呆然と考え始めたエリーは、小説家という道がぼんやりと見え始めるが、そんな彼女の前にある女性たちが現れて、全然という作品となっております、はい、はい、本当にちょっと懐かしいの、はい、なんか、ね、名前の付け方が特徴的だね、うん、エリーとかエリーパンジーパンジーパンパンジーじゃないおじいさんやからパンジーからパンジーはいはいはい、なんかね、本当に優しい感じの映画です、うん、もう本当監督の人柄が出てるよね、はい、これぞ大橋貴之あ、ね、でもなんか、うん、ね、大橋貴之のさんの監督さんの作品って、うんうん、なんか結構破滅とかそういうのとかね、はいはい、桜になるとかもちょっとね、
こんな現実にあったら怖いなっていうことがたくさんあるんですけど、でも幸せの形は結構ね、なんか現実的な、現実的というか、まあファンタジーですね、ファンタジー、うんはい、途中で3世代が交差するような、あ、はい、なるほどなるほどなるほど、そういうなんか、はい、そうですね、仕掛けがあるわけですね、うん、そうですね、こうあれっていう、うん、そうですね、あれこれは、あこれはみたいな感じ、うんうんうん、そういうのは不思議な感じ、30分ですね、30分です、短編映画なんですけれども、はい、まあ、しっかりと、ね、あの見れます、うん、はい、2016年の作品になるので、結構ね、はい、前のようになりますが、うん、はい、ちょうど僕だけのフライミートゥーザモンと一緒ですね、お、うん、はい、はい、うん、ね、はいはい、ぜひぜひ見に来てください、はいはい、まあまあ短編なんでね、うん、サクッと見れるし、はい、そうです、はい、ね、サクッと 見つつ、はい、でも大橋監督のやつ結構しっかりしてるもんね、うんうんうん、本も好きな作品です、はいはい、お越しくださいませ、はいはい、今日のグッジョイでした、はい、ということで、エンディングでございます、はい、ということでですね、もうこれ終わったらすぐに八尾に皆さん、うん、駆けつけていただいて、あの間違ったらダメですよ、 JR の八尾じゃなくて近鉄八尾駅です、近鉄八尾駅から歩いて 5分ぐらいかな、うん、ちょっと歩く感じですけど、あの昔八尾西部だった今リノアスって言ってるんですけど、その、建物をそのまま横切ってまっすぐ線路沿いに歩いていったら、左手にあのプリズムホールございますので、はい、でプリズムホールのね、エントランスのところの、デジタルサイネージでトモルのあのポスターも出てますから、はいはい、間違いないようにぜひね来ていただいて、地下のショーホールですから、はい、そして、限定50着のこのトモル T シャツがあり、はいはい、あと大抽選会が最後にね、うん、待ってますから、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、はい、まだあるかな、うん、いや僕聞いてびっくりしたんですよ、俺300席と思ってたら300席よりちょっとまだ超えるだけあるらしいんですよ、だから当日券で行ける可能性が高いので、うん、あのぜひ皆さん、お越しください、券だからちょっと作らなかった足りひんかもしれない、いやいやまあまああの足りひんぐらい来てくれるとほんまにありがたいんですけど、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました、はい、さよなら、また来週。